どうもどうも、こんにちは。今日はシアトルから東に1時間ぐらい行ったところにあるスノーコーミティ山に中米に具に来てます。こんな浮き輪みたいなチューブを使って坂を滑ってくるっていう超楽しそうな遊びです。自分これ初めてです。嫁が今前にいてリフトに乗るところです。やべ、これ超楽しい。よいしょっと、今坂の上の方まで来ました。坂の上の景色はこんな感じです。なかなかいい感じのスロープになってます。このでっかいチューブなんですけど、チケット代に含まれてて別に別途でレンタル必要はないです。嫁が怖がっててなかなか滑り出しません。あ一緒に来た友達が今滑ってきました。おなかなかいい感じのスピードです。さあ嫁行けちょっと押したるわさあ行ってらっしゃい。あ、行った行った行った。テイクビデオいいの？いいな、楽しそうだな。そんじゃ、自分も行こうと思います。Really fun. やべえ、超楽しいこれ。さあ、再度上がってきたんでまた行きます。よいしょ。ここはまだ誰も通ってない新設。出だしがすごい時間かかる。よっしゃ、行くぜ。ああ横になる。カメラで撮れてるかわかんないんですけど、今日はここ着いた時からずっと雪が降ってます。ただちょっとふわふわな雪じゃなくて固めの氷混じりの雪ですね。今嫁が滑り降りてくるところです。おお、左右に揺られながら回転しながら降りてきます。来た来た、無事到着。今の滑りの点数は目が回った、80点うん、結構回転してたね次は浮き輪にうつ伏せになりながらスーパーマン姿勢でいきたいと思います。よいしょ。
ちょっと待って、ちょっと待って。嫁と並んで滑ってきます。体重のせいか俺の方が圧倒的に速い。並んでは滑れませんでした。今滑り終わって車に戻ってきました。これからスーパーで買ったサンドイッチと家から持ってきたコーヒーを飲んで帰ります。ではでは、また。